先に進んでいきましょうか。バッチチャレンジがまたありますね。壁登りジャンプレベル1、ちょっとやってみましょうか。もうどんどんねやっていきましょう。レベル1ってことは多分チュートリアルみたいなもんなんだと思うんですよね。バッチチャレンジしてミスしても残りは減れませんってね言ってました今。壁登りジャンプ、ジャンプ中に壁にくっついて B を押すと一度だけ上にジャンプするってありますね。壁登りジャンプ、さあ行くよ。こういうことか、なるほどね。はいはい、君ならできる。あ、できるできる。うん、やったやった。あ、これバッチの効果なのかな。あー、そういうことか。壁に向かってジャンプ。なるほどなるほど、わかった。こういうことだ。うん、これ便利かもしれないな。行く行くわ。これを使ってクリアしなきゃいけないところが現れるんではないでしょうか。ほいね。あ、すげえ便利。いきますよ。まずこうで、こうしてこう。オッケー、オッケー。褒められましたね、君やるなって。2回褒められましたよ。さーて、ゲットしました。なるほどね。うん、まだ壁登りジャンプのバッジは手に入れてませんよね。た、後々手に入るんでしょうね。やりましたね。今使ったバッジプレゼントしてもらいましたよ。早速もらえた。優しいなすごい優しいな、優しい世界。バッジを付け替えてみますか。あー、どうしよっかな。今は帽子の方がいいかな。やめときます。うん、後でねやりますよ。あと越しないのは乗って突進、獅子粉塵、これか。難しそうなんですよね。どうしようかな。下ちょっと行ってみます。下ちょっと行ってみて。なんだここは、おどろおどろしいぞ。星見てる。何、何、いきなり聞かれてもあー、この星の意味ね。あ、そういうことか。最近空見てますみたいなね、そういうなんていうのかな、ちょっと一息入れません的なことを言われるのかなと思ったんですけどね。忙しい毎日ね、空見上げてますかみたいなね。うん、コースの難しさの星印を見ていますか。星が多いところは、チャレンジ、ん、チャレンジング、チャレンジングか。なるほど、自信のある方はぜひどうぞって言ってますね。うん、ぜひどうぞぜひどうぞって言われてもな、自信はないんですよね。あ、星3、難しいな。星2、はいはい、倒して進め、土管ロック、コロシアム、コロシアムなんかあんの、も物騒だな。ちょっとでもやってみますかね。ガボンのアジと沈む土管の谷とありますね。ここやってみましょうか。うん、ガボン、ガボンさんっていうのが住んでるんですね、きっとね。ガモンさん早速いたな。口から狂気を生成するモンスターみたいですね、ガモンさん。いや、モンスターだったらこっちもそうだから。こいつ、あ、当たんない。あ、うまいな。弾んでね、うまく弾まして当てたいな。ちょっと待って、当てたいな。え、当たる、ちょっと待って待って。おー、当たった。ヘイヘイヘイ、こいつっつって。さあ、ちょっとね冒頭で遊びすぎてますね、ちょっとね。さあ、どんどん進んでいきましょう。うん、パックンフラワーも燃やしていきましょう。で、どん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 燃やしちゃっていいのかなね。でもワンダーフラワー取らなきゃいけないんですよね。あ、これは、これは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 、ちょっと待ってくださいね。うわって言ってますけど、そうなの、テンオーバーなのね。ちょっと待ってください。これ下行って大丈夫です、下行って大丈夫。これなんだなんだ、いつの間にかよくわからないいつの間にか楽しいけどさ、下行っても大丈夫なのかな。下になんかある、ない、いや、なんか怖いんだけど。一回やってみていい？いや、ダメか？
ちょっと待って大丈夫なのかなこれ。あ、やっぱいけるんだ。よかった、一か八かかけてみて。ごめんね。あ、でも大丈夫だったよ。ほら、結果オーライって言うんだよこういうの。知ってた？なんだ、サンバデカボン始まった。楽しい。わけ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 する。なになに、聞きたい聞きたい。皆さんも手拍子お願いします。ムズムズしてきた。うん、するね。よいしょ。だや、面白すぎる。はい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 、うーはうーは、はい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 、オッケー。ちょっと楽しかった。ちょっとどころじゃないよ、はしゃいじゃったよ、年がいもなく。最高だよ。もう出口どちら。ちょっとね、いや楽しかったのはなかったんですけど、あの店員さん、出口どこですか？スタッフの方、ここかな。ここでしょうかね。ここだよね。いやー恥ずかしかった。楽しかったけどなあ、よかった。いやーもうゴールでいいんじゃないかな、やっぱね。うん、ゴールでいいよと思いましたよ。もうさて、ファンダシードゲットいたしました。ガボンでサンバでしたっけ今。面白かったな。いやこの写真買おう。うん、どこに貼り出してるんでしょうね、あの写真。吸ってて、じゃあ次はもっと面白いのかな。難しさ、こっちが星2ってことは星3、星2であんだけ面白いってことは星3はもっと楽しいんでしょうね。やっていきましょうよ。うん、土管もりもり森の沼って言ってますね。すぐ語呂がいいぞ、土管もりもり森の沼つって。さて、うわすごいな、これ落ちたらアウトでしょ。カタツムリがいますね。うわあ、ゾウ、この安心感、安心感すごいな、与えてくれるな。なんかな、でも油断しないよ。うん、あ、こう、あ、なんか甲羅が出るタイプの敵なのね。ノコノコの足みたいな。あ、ゾウの安心感って言ってるじゃすぎだ。ストックもゾウにしちゃいきましょうよ。さあ、なんだこれ、危ない、こいつ、あ、押せるんだ、こいつ。パワー勝負か。あ、なんだ、しようと思ったのに今、こいつ。ぺっちゃんこだな。潰れはするんですね。あ、奥行きに行った。あの力持ちだからね、パワータイプかと思いきや、走行はあの紙なんでしょうね、紙走行というかケーキなんでしょうね。防御力は低いっていうタイプの敵がいましたね。さあ、いや押し合ってるぞ、押し合いへし合い、頑張れ頑張れ、どっちも。残った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 、こいつ、あ、やばい、しまった。ちょっと一発知らなかったが、もう一回変身して、待て、ちょっ、よっこしょ、くっそこいつやるな、あーねね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 、こいつ、はい勝ち、勝ちですよ。危ない、ちょっと待って、これ緊張する、こういうの、こういうちょっとずつ進むやつ緊張する。よっしゃ、中間ポイント、これも安心だぜ。よーし、さらにストックまでゾーンにして、なお安心ということで、これに多分なんか植え込むんですよね。埋め込む。あ、分かったぞ、皆さん分かりました、ねえねえ分かりました、皆さんどうやってやるか。僕はもう気づきましたよね、気づきの舞ですよこれは。やりましょう、そんなね舞なんかいいから。こいつをまずこうする、そしてこいつを動かすということですよ。よいしょー、どすこい、はい出てきました。うひゃーって言ってますね。おっと、また芋虫くん、これ待って、初めの方にもいましたよね。ちょっと待って、なんだなんだ、危ない危ない危なかった、危ない危ない危ない、これ難しいぞ、ちょっと待って危ない、待って、ほい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 、彼に合わせなきゃいけない動きを、はいはいはい、よいしょ、水硬い柔らかい、何がってるるるってつってますね。あ、土管がってこと、あの芋虫くん、芋虫土管進めつってますけど、まあ、はい分かりました、命令しないであんまりね、焦るから、
待ってください。これ入るのかな。入るんでしょうよ。で奥行きに行くのかな。またすごいぞ。ゾウマリをゲット、ストック蓄えていきましょう。そしてうわコントローラーにすげえ力が入ってる。やばいやばいごめんねジョイスティック、すごい今力入ってるからギューって握りしめてるよ、まあ、大した握力じゃないけど、あったあった、よしよしよし、オッケー、やったぜ、手に入れたぜ。幻じゃないよ、うん、現実だよこれはね。さあ、あーちくしょう、うーん、鼻で攻撃しようとしたら、まあ結果オーライか。クリアしました。いやーこれも面白かったな。全部これか、全部こんな面白いか、もう全部買うぞ写真。じゃあこれからもうお金足りるかな。倒して進め、土管ロック、コロシアムもやってみましょうかね。近いからね、どんどん行きましょうよ。同じ敵でも変身アイテム、バージョン読んでる、読んでた。今倒して進め、すべての敵を倒すとゲートが開く、早く倒すといいことあるかも、みんなでワイワイチャレンジしても OK って言ってますね。やってみましょうよ。どっちにする、こっち、安心感が違うって言ったじゃない。うん、でこれで上行くってこと。あと15体。こいつ、あ、これファイヤーの方が良かったかもしれない。失敗したか？こいつっつって。こいつ、こいつ。ちょっと待ってください。よいしょ。よいしょ。踏んづけといて。ほい。踏んづけて。はいはい。よいしょ。よいしょ。あと2体。ダブルで。これでクリアか。ここはファイヤーの方が良かったかな？いや、どうなんでしょうね。その辺わからない。うん。よいしょーっと、じゃあこっちがゾウなんじゃない、これもファイヤーかいや待ってください、そんなはずはない、そんなはずはないよ。これで僕は倒してみせるよ全部。やばいやばい、当たんない、当たんないな当たんないな、ちょっと待って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 、よしよしよし、オッケー、倒しましたね。第2関門突破しましたよ。はい、次がファイナルステージか。おっ、君だな、都心くんでしたっけね。えボクサースタイルじゃなくて何でしたっけ何でしたっけって、かわいっつねえ、出てこない出てこないな、言葉出てこない人だよ。そのレスリング、そうレスリングね、レスリングの人、そうね、B カブスタイル、あ、そう B カブスタイルって言ってますね、 P カブスタイルですね、正しくはねボクサーのねスタイル、すいません、にわかなんです僕ね、うん、B カブスタイルじゃなく P カブスタイルでした、すいません。ただ違います、あの人はレスリングです、やってるのはね。おめでとう、ありがとうっつって、さあシードゲットしました。あーやっぱり2つしか今もらえなかったですね、ちょっと遅いぞみたいな感じなのかな。でもなんだかんだシードが手に入ってたんでいいでしょう。うん。やっぱファイヤーマリオだったのかな。さあちょっと持ってみましょうか、じゃあ。オッケー。で、もうボスに行けるんですよね。うん。行けるんですけど、こっち気になりますよね。乗って突進、趣旨粉塵。ね。レスリングの方。やっていきましょうか。ちょっとね。挑戦してみましょう。コースが難しくてクリアできないとき、他のコースに挑戦してみようってありますね。ちょっとクリアしてみようかな。あ、これ乗っていくのかな？乗って。あ、こう、彼らを利用して進んでいきましょうってことなんでしょうね。うん。よいしょ。いきなりワンダーフラワー取りましたけど。なんだ？あ、待て待て、乗っていくのか、これ。危ない、これは。やばい、手に足握るかもしれない。危ない、ある、やって、押した方がよかったんじゃない今の。ねえ、どうなの、ダメだった、危ない、危ない。ちょっと消極的になってる。ねえ、怖すぎて。危ない。オッケーオッケーオッケー。やっぱ、取るのが正解。取るのが正解だったんでしょう。もう避けちゃった。コインを。
おーっと、何でしたっけ、あのスイッチ、パウスイッチ、パウ、危な、やばい、むずい、難しい、待って待って、置いていかないで、置いていかないで、置いていかないで、ちょっと待って、危ない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 、よし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 、はいはいはい、いいよ、上行けってこと、上行けってこと、上行け、ミスった、難しい、早い、しかも退場が早いよね、余韻とかね、自動スーパーキノコにするか、多分帽子パラシュットか壁登りは使わない面ですよね、きっとね、うん、あ、結構むずいな、やっぱそうだ、自動スーパーキノコね、これね、はい、ちょっとやっていこうか、よし、 OK、 いきましょう、さあ、難しいな、危ない、よいしょ、いいぞー、ダブダブで上に登っていく、上にポッて、はいはいはい、アイワンダーシロー、オッケーオッケーですね、今なんか右側もなんかありそうだよな、ほら右側もなんかありそうだった、今こっち来ちゃったのってありましたよね、今言いましたよね、こいつこの花、意味ありげなこと言いましたよね、うわ、これもう一回だな、ちょっと待ってくださいね、もう一回だな、これよいしょ、これ気になりますね、一回気になりだしたらちょっとずーっと引きずっちゃうタイプの人間なので、僕はやっていきましょう、これはクリアとは言わねえ、これはクリアとは言わないっすよ、やっていきましょう、こっち来ちゃったのって言い上がりましたから、行きましょう、さてさて、こっからかな、トン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 つって、よいしょ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 、ここ来るはずなん、多分残った残ったじゃない、これをゲットして来るんじゃない、ここあれ何も起きないよ、あれどうすんの、ゾウか、ゾウ、やっぱそうだこいつっつって、ほらほらほら、やったぜ、これが真実の道でしょ、お疲れ、ありがとう、よく来たね、あ、ねぎらってくれるな、嬉しいぞ、で僕突進に乗っていくんでしょうよ、ちょ消極的になってる、またよいしょ、オッケー、いやたぜ、気持ちいい、ありがとうございます、真実の扉が開きました、センキュー、オッケーオッケー、これで思い残すことはないですよ、あ、隠し通路だ、思い残すことあったなほら、ビヨンたちのトワイライトフォレスト、何それ、すげえ楽しそうなんだけど、ちょっとどうしようやりたいな、でもこっちも気になるよな、切りなくなっちゃうね、ずーっと行っちゃうよね、多分これね、こっち多分上もあるんじゃないかな、右とか迷うぞこれ、さてちょっと迷ったんですけれども、先にビヨンたちのトワイライトフォレストをねやってしまおうかと思いますね、その後にこっちのねお城に、お城でやってるパレスでしたっけ、挑戦してみたいと思いますので、よろしくお願いいたします、早速行きましょう、ビヨンたちのトワイライトフォレスト、しゃがんで移動したいとき、あ、なんだ、しゃがんで移動したいときっていう風に言ったんだけど、 Z? 何 ZL って何、 Z? おんな、待って待って、あの試そうと思ってるんだけどよく分からなくなっちゃった暗いから、暗いからよくわからなくなっちゃったな、まあ、後にするか、とりあえず先に進もう、うわもうこれわからんぞこれ、こいつ夕日なんだねこれね、夕暮れか、あ、かろうじてわかるな、ゾウだってね、これ穴か、これ怖いんだけど、これ穴違うよね、びっくりした、そんな意地悪じゃないよね、あれこれがビヨン、ビヨーン伸びてるね、伸びてますよ、なんだあれ光ってるな、これ多分こうして、ああそういうことそういうことね、
ゆっくり進むか。あ、パタパタがいますね。パタパタ。パタパタって今、初めましてじゃないの？違う？はじめましてはその夕暮れ時でいいの？危ない。あ、壊れるんだ。いいぞ。はいはい。持っていくかこれ。いや、持っていくかって言ってるやさき。持っていくかって、え、どんな一日だったかって？うん。持っていくかって言ったやさき、ね、蹴ってしまった、そういう一日でしたよ。うん、ね。矛盾だらけの一日だったかな。何言ってんすかね。さて、ビヨーン。あれビヨンですよね。どうっていくんだこれ。上こうかな。いやでも壁じゃんなっちゃいますよね。ビヨンに乗ったりとか。いや違うな。ビヨンって言ってる割には全然そのジャンプ補助には向かないな。うん、ほら、あ、これは壁登りなのかな。うん、バッチじゃないと取れないぞって。あ、違う、そんなことなかった。あ、そんなことなかった。諦めるには早い、早かった。隠しがすごいな、要素が。隠し要素がすごいいっぱいありますね。さあ、中間ポイント行きました。中間ポイントの旗だけは全然綺麗。うん。自己主張が激しいな。マカだから目指すっていうのもあるんでしょうか。さあ、像を取っていきましょう。よいしょ。ボヨンボヨン。何あれ？うん。あ、君が持ってたの？ビヨンが。なんだ？マリオの動画伸びた。え、君がビヨンだったの？ねえ、君体があって。私の体もビヨンになっちゃったな。あ、ちょうどいい。ちょうどいい。ね。ちょっと遊んでみ、ちょっと遊んでましょうか。ね。うん。特に意味はないですけどね。さて。ところで、あ、しゃがむこともできる。うわ、縮んだ。うん、縮んだよ。なんだ、縮むと、あ、縮むとなんか出てきますね。はいはい。あ、なんだなんだ、ちょっとどこでやられた今、わからんぞ。ちょっと待って、これ面白いんだけど難しいぞ。いや、君の気持ちが分かったよ、ビヨン。ごめんね、バカにして。動きづらいわ。ちょっと。ややこしいわ、これ。しゃがんで、避けて、上に行くと。ボヨンボヨン。よし、待って。じゃい。はい。オッケー。はい。はい、はい、はい。あ、危ない、危ない。よいしょ。よいしょ。このまま進んじゃっていいのかな？ワンダーシードがあるんじゃないの？もうちょっとで。アンビリーバボー。ありがとう。あれ？ワンダーシードは？あれ？シード取ってなくないっすか？いや、持ってきてもらったもん。ああ、やっぱり1個足んないよね。これまたやんなきゃいけないな。あれ？あ、やっぱり右じゃなくて左だ。全然真逆いっちゃった。左も出ちゃいましたね、やっぱりね。うん。もう一回ここやりますか。うん。もう一回やりましょう。さあ、多分しゃがんだ時に出てくるんじゃないかな、多分。ひろみん。多分しゃがんだ時に出てくるんだと思うんですよ。これ、また引っかかっちゃった。さっきも引っかかったのにな、これ。こうすると多分ワンダーシードが出てくるんじゃない？絶対そうだ。隠れてね。ここかな？いや、ない。危ない危ない。これ当たれないよ。当たれないよ。こことか？あったあった。ほらほらほら。やっぱりな。はい、ゲットー。オッケー。これで思い残すことはない。生きてると？いや、ないよ。うん。生きてても体が伸びることは今後起こってほしくないぞって言ってて、クリアいたしました。さて、ではですね、左もちょっと気になるんですけれども、もうワンダーシードが30溜まってますので、パレスの方にね、行ってみたいと思います。ね、よろしくお願いいたします。その前にちょっと待ってください。こっちに書いとくか。パレスだよね。壁登りジャンプがいいのかな。ちょっと勘でね、うん、バッチを付け替えていきましょう。
さあ行きましょう。はいはいはい。でここに入れるんだね。土管六平原のパレスやっていきましょう。 Here we go。 緊張するな。大事なパレスを一緒に取り戻しましょう。噛んだごめんね、読めなかった。全部緊張してるからだな、多分だから噛むんですよ。うわー何これ。いやこっちが聞きたいよね。え後ろ向いちゃって。じゃあ行ってくるよ。うん、平和を取り戻しにね。わあ怖いぞ。さてさて、なんだクリボーがなんかかぶり物してるぞ。こいつぶっ壊していきましょう。よいしょ。やっぱ壁登りが正解か。これ多分これ正解なんじゃないかな。いやゾウだね。安心感得たいね。はいはいはい、オッケー。さあ進んでいきますよ。こいつ何でしたっけ、この人ハンマーブロス、ハンマーブロス厄介な相手ですよ。ただゾウマリオの前では赤子の手をひねるも同然。倒していきましょうよ。さておっかなびっくりいきますよ。こいつっつって倒していけ。蹴散らせ。さあ中間ポイントかも。早速ここにもワンダーフラワーがあるということはこっちから行くのかな。これロックだっけ、カメロック、何でしたっけなんて名前だっけ、わからない。行ってみましょう。ちょっとそれはそうと、アウって言ってますね。なんだ、焦る、ちょっと焦る。何よいしょ。なんだな、コロンでしたっけ、カロンでしたっけ。カロンが合ってるっぽい、なんかそんな感じする。よいしょ、はい、はい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 、よいしょ。なんだこれ、下落ちるんだね。はいはい、ちょっと緊張しながらやってますよ。他のびっくり、インターバルかな。これどうすんの、これは急がないでってこと。あれ急いだ方がよかったんじゃない取れないんじゃないですか、これ取れるかな。取れるはず。取れた、やったぜ。さあハンマーブロスが敵の罠にはまり、うん敵なのに取っていきましょう。さてといいのかな、これで終わりなのかな。いや終わりではなさそうだ。おどろおどろしいぞ。ちょっとなんだ、また中間ポイント。中間ポイントって中間2つある。あボスの前だからか、絶対ボスだこれ。どうしよう、大丈夫、準備万端ね。行きましょう。じゃあ突貫だ。何ピン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 って言ってる。いやもうフル装備ですよ今。僕が持ってる最高戦力で挑んでいきます。うわーすごいドキドキしてきた。おおクッパジュニア、かわいい。びっくりしてる。なんだ僕の邪魔をしに来たのか。ふん、いいぞ遊んでやるって言ってますね。あこの姿でもびっくりしない、大丈夫ねえ。マリオだけどさ、わかる、慣れてるんだなやっぱり。このパレスはお父さんのワンダーパワーで満たされてるんだって言ってますね。誰にも負ける気がしないぞ、かかってこいって。くっそー、親を盾にこいつ調子乗りやがって。やったるぞこいつ、危ない。待って、どうすんだこれ、ワンダーパワー、どうすんだ、鼻で蹴散らせばいいのかな。火入ってる、かわいいなこの火が。ねえ火がかわいいよ、食えばいいんでしょうねやっぱりね。あと鼻でこう、大丈夫大丈夫、なんだ、うわすごいかっこよくなった、不良になった。なんだこれ、でこっちはでかくなったけど彼が小さくなり、そしてどんどんどんと、なになにこれ、ドスコーン、笑ってんな、ちょっと不良になってんな、こういうことなんか弱い者いじめみたいにしてるみたいだな。弱い、あ逆になった、やばい、弱い者いじめ、やばいやばい、くっそ、どういうことこれ、どうすんだ、危ない、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね、どういうことだ、危ない、つっといて、こいつめっつって吹くのかな、まだだまだだ、でもさらに悪くなった、危ない、やばいやばい、ストック出して、ゾーマリオ、勝つぞ勝つぞ勝つぞ、
よいしょ、さてタイミング、タイミング、はいはい大丈夫、ここのタイミングで、いや待って、そんな、いや当たってないよ、審判審判、今当たってないって、ちょっと待ってくださいね、もう遅くないよ、よいしょ、よっしゃい、もう一回かな、危ない、よっふー、かっこいいなマリオ、すごいかっこいい、よいしょ、このタイミングで、よっしゃー、ごめんねクッパジュニア、戦いなんだ、あ元に戻った、構成した、あ逃げてったな、恥ずかしかったのかな、でもあるよね若気の至りって、誰にでったってね、うんって言ってる時に、言ってる時にこれ何、あグランドシードゲット、言ってましたね、噂のグランドシードゲットしました、いやー強敵だったな、おーい平和取り戻したよ、ほら綺麗になったでしょ、見違えたな、あ喜んでるわ、こうしてパレスを取り戻したマリオたち、グランドシードも無事に手に入れ、シルと合体したクッパを追いかけていく、果たしてマリオたちはクッパの野望を食い止められるのか、かあ、なるほどね、物語はまだ始まったばかりみたいですね、うーん。